まず人種差別の問題は人間社会の長年の課題であると思います政治家の誰もが改善したいと思っていますが簡単なことではありません人間の心理に関わっているからです人種差別の長い歴史の中では数えきれないほどの悲劇がありました犯罪を犯す人は特定のグループを憎む過激な行動をとっています これは非常に複雑な問題であり、人種差別を引き起こすのは、ただ単に誰かが言った言葉だけに起因するものではないでしょう。アトランタの殺人事件がアジア系への憎悪犯罪であり、中国ウイルスという言い方に問題があるとしても、それは簡単に反証できます。つまり、端的かつ乱暴に、中国ウイルスという言い方は、アジア系への憎悪とは言えないと思います。今のところ、両者には直接的な相関関係はありません。 例えば台湾のメディアは最近ウイルスにはイギリス南アフリカフランスの各亜種があると言っていますよねこの言い方でみんながイギリス人を増悪しますか地名をつけないと意味がわからないでしょうこれは事実です中共はずっとと生源が他の国だと責任を転嫁しています。そうです歴史上このような言い方がたくさんありますならば日本農園香港足などは言ってはいけないでしょう 私は台湾の国民党がストックホルム症候群にかかっていると批判しています。長年中共にいじめられていましたが、今では中共の代弁者になっています。では、私はストックホルムの人を差別していますかこれは抗議されるべきですかそんなことを言っていたら、我々は何も話せなくなります。ですから、中国ウイルスという言い方が殺人事件と関連しているとは言えませんね。 もう一つ、アジア系の殺害の歴史を調べてみたところ、黒人による殺人事件が多発しています。より多くのアジア系が黒人に殺害されました。それでも我々は黒人を差別していません。犯罪を犯した人は法的に責任を負います。今回の殺人犯も第一級殺人の罪で有罪ですね。トトランプ氏がレーシストだとしたら 彼はどのような法律に署名し、どのような政策を実施し、どのような発言をして人種差別を助長しているというのでしょうか。人種差別を禁止する法律があるので、その証拠を見せてくれればよいのです。トランプ氏がレイシストだと思うなら、彼を訴えればよいでしょう。しかし、そんな証拠はないのです。ただのほを遅くいです。アメリカでは、大統領選挙の頃からトランプ氏に対する誹謗中傷が続いています。 ここのの現象をどう思う思か、サンプさんににも聞いいてみたでです。すす。れは検討に値する問題ですアメリカでは何度も繰り返されてきた典型的なケースですからねマシンガンを持った21歳の白人男性がアジア系マッサージ店3軒に突入し3時間で8人を殺害しましたそのうち2人は白人で4人は韓国系2人は家人でした逮捕された犯人ロバート・アーロン・ロングは警察署で告白しました 自分の心と体をコントロールできずアジア系の人々をターゲットにしているわけではないと自白しましたそして彼は自分がセックス依存症で性欲を控えられなかったため性欲を引き起こす人たちを皆殺したいと述べましたアジア系中国系をターゲットにしているわけではありませんそれはアジア系に対する憎悪アジアンヘイトではありませんならばストップアジアンヘイトの話にもなりません なぜそんな風に見られるのでしょうか。ですから、これは特定のグループに対する犯罪ではありません。警察署や弁護士に聞いてみたら、これは憎悪犯罪とは関係ないとわかるでしょう。憎悪犯罪は、特定の民族や人種、性別などをターゲットにしたものでなければならないからです。例えば、障害者や女性への憎悪です。しかし、この事件はそうではありません。 彼ののの個人人的ななな歪んだ考えがが多くの人々を犠牲にににして非常に悲惨な結果につながったのですアメリカ全体が反発しましたニューヨークアトランタシカゴサンフランシスコなどこれだけの大都市でアジア系の人が抗議活動を行っていますアメリカの友人の中には歌人は長い間差別されてきたと感じている人はいますバイデン氏も差別の問題を直視しなければならないと言っています しかし、これは全くの差別ではありません。事件を顧みると、アジア系への憎悪とは全く関係ありませんでした。これは、人種差別から起きたことではなく、犯人の精神錯乱から引き起こされたのです。このように、この事件が多くの議論を呼んでいることがわかります。偶発の刑事事件を人種差別事件として受け止めてはいけないと思います。そうでないと人種分離、人種差別と矛盾を招くだけです。 そして、アメリカでは多くの市民が警察がひざまずくことを要求し、警察の経費と人員を削減するよう求めています。その結果、警察は法の執行を恐れており、悪い人が台頭しています。これは絶対にいけません。アメリカのシステムには、本当の意味での人種差別はありません。八板さんの言った通り、人種差別は組織的に作られるものではなく、個別の状況です。アトランタの事件はそのような状況ではありません。 例えば、わざと歌人の顔を殴ったりする強人の場合、もちろんその人を逮捕すべきです。しかし、今回の事件でアメリカがダメだというわけではありません。左派はアイデンティティ政治を行っていますが、まさに共産主義革命と同じです。アイデンティティ政治が恨みを作り上げ、人々を闘争させます。簡単に言うと、対立する力を生み出すには、まずは価値、トーテム、人工的な目標を作ります。 例えば人種間の差別を消します白人が黄色人種を殺せばそれは人種差別です人種差別とは大衆の恨みを扇動して逃走させます一部の人が打倒されたらまた大衆を分裂させて逃走させますこれは共産主義の常等手段ですだからこそアメリカの左派の反アジア系への憎悪犯罪の考え方が非常に間違っていると思います四つのポイントをお伝えしますまず 個人的な目的、政治的目的で人種差別をなくそうと呼びかけないでください。先ほど矢板さんがおっしゃったように、それは人間の本性であり、すべての人間の罪深い本性なのです。それを完全になくすことは、人間性を断つことです。それは不可能です。法律でレイシストを罰すべきですが、やりすぎてはいけません。シンプルな道理ですが、誰もが愛し合う。 平和な世界という目標を達成するために客観的な真実を歪曲するのは正しくありません。第二に、もし黒人が黄色人種を殺したらどうしますかいつも、ブラック・ライブス・マター、黒人の命は大切だ、と言っているのではないでしょうか。では、今度は、アジアン・アメリカン・ライブス・マター、アジア系の命は大切だ、ですかならば、黒人とアジア系、どちらの命が大事ですか 数ヶ月前、中国系アメリカ人の友人と話していたときに、オールライブスマター、すべての命が大切だと言ったら、それは間違いだと言われました。彼は、サンプ、BLM は正しい、オールライブスマターと言ってはいけない。オールライブスマターは、白人の命が一番大切だに等しいのだと言いました。そうではありません。黒人も、アジア系も、白人も、誰の命でも大事です。 すべての人が人間としての尊厳を持っているに違いありません何かの人種の命が大事だという言い方自体がおかしいのです第三に中国共産党の先制政治が滅びるまで差別はなくならないということですこれは非常に悲しい事実です中共との線引きを明確にすればするほど攻撃される可能性が低いでしょう黄色い星が書かれた赤い上着を着て出かけたら街中で襲われる危険性があります 戦時中にナチスの旗を身につけてアメリカの街を歩いていたらどうなるか想像できるでしょうだからこそ中教とは距離を置き明確な線引きをすることが大切だと思います第4に重要なのは昇級の取りにならず悩まず怒らず無関心にならず回避せずそして逆差別をしないでください憎しみを持って行動しないでください他の民族が支配的な国に住む人は自立していなければなりません 多くの香港人が台湾に来て、毎日あれやこれやと文句を言っているのですかいいえ、彼らは自立して、自分のことをやっているだけです。アジア人がアメリカに行って、自分の知恵と手で良い生活をする、それが差別に対抗する、一番の方法だと思います。アメリカにはたくさんの知り合いがいます。彼らは黒人だろうが、白人だろうが、お金を稼いで成長できる人は優秀であり、それだけで評価されると考えています。 給付金をもらって仕事をしない怠け者こそ差別されるべきだと思いますだからこそ自立することが真の制度であることを皆さんに理解してもらいたいです常に差別を口にしないでください差別を口にするのは弱者です強者は生活環境を変えようとしますご視聴ありがとうございました気に入っていただいたらご家族やご友人と共有するようご協力お願いしますまたお会いしましょう